はじめまして。私の名前は霧雨マリサ、探偵さ。あんたは探偵じゃないわよ。へぇ、兄貴。影響受けるにしてもピンポイントすぎるだろ。今日はある聞き出たった一つの真実を見抜いていこうと思う。へぇ、兄貴。へぇ、兄貴以外のセリフ知らないだろこれ。参加者は前回と同じ、鶏レイマリ、羊茶子、サルメテオ、この3匹と遊んでいくぞ。間違ってはないけど失礼。初戦のステージは密林。何でこのステージは動画外含め遊ぶのは初めてですね。トゲとかはあるけど基本落下しはなさそう。初手は殺意少なめなプール。無難に足場となるオブジェクトばかりだな。とりあえずここの箇所は足場置かないとダメそうですね。とりあえずここに足場。あ、仲いいなこいつら。初手は全員無事にゴール。例がごとく全員がゴールもしくは脱落した場合ポイントの配分はなしです。このゲームの始まりは実質2ターン目からと言っても過言ではない。毎度毎度殺意あるオブジェクトを復刻するの早すぎだろ。これでステージを簡単にする。チャコさんだけ私たちと麻薬の方針を取ってますね。ちょっとチャコさんついてこないで。ふふふふ。北達人の読み合い。勝負はすでに始まっている。妨害の妨害という新しい展開。ちょっと来ないで来ないで。チャコさん。これ以上難しくするのはやめましょうよ。命がもったいない。チャコさんまだ2ターン目ですよ。邪魔はさせんぞ。開始前の段階で争いが勃発してるのくさ。まあ気を取り直してラウンド2の始まりです。下にパチンコあるのに猿がためらいなく飛び降りたな。今の結構疑惑の判定ですけど。まあメテオ目線は全然当たってないからね。いやそれはさすがにおかしいだろ。何に当たって死んだんですか。まあでもこれでゴールすればポイントがもらえるようになったわね。一番最初にゴールすればボーナスがもらえるので急いでゴールします。はい、無事 GT 獲得。続いてチャコさんも無事ゴール。まあまだステージ自体は全然難易度高くないからな。まあじゃあ自分はコインをいただくとしますかね。であれなんか出てきたんですけど、よく見るとラップ来た。よっしゃ潰れろ。やばい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 。鳥でコインを取ろうだなんて考えるからですよ。お前どっからどう見ても潰れてるだろ。無敵のチート使ってる。ああ危なかった。やばい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 。コイン取ると右から岩出てくんのか。初ステージだけあって知らないギミックですね。1ボーナスとトラップキルのポイントよりもコインのがでかいのか。となるとコイン取るのも割と重要になってきそうね。今回は蜂のストラップをピック。一番最初に通った人を蜂が追いかけるオブジェクトだな。普通の足場を絶対にピックしないという強い意志。でもコイン取ったら岩出てくるの面白いですね。右側のスペースなんだろうと思ってたらまさかのギミックでした。こうなると右側に置くのも選択肢になってくる。まあ私は確実に人が通りそうなとこに置いておきますかね。さてそれでは試合開幕。扇風機が交差する形で置かれてますね。その扇風機通れるか。まあまあいけるでしょ。パチンコ忘れてた。トラップポイント感謝。はい、まずバカ一メイト。そんなとこに扇風機なんか置くからだよ。この程度で失敗するようでは到底究極の究極の究極のうわー。しょうもなし。全米が鼻で笑った。メテオさんこれチャンス来ましたよ。いやでもこれそも通過できるのか。そのプレイスキルに恵みあれ。二人がミスったおかげで無事なんとかなりましたね。次はさすがに大砲一択。地味になかなか強いオブジェクトです。すがすがしいほど妨害系オブジェクトしか取らない。メテオさんこれ入り口に置いて降りれないようにしましょう。乗った。この二人が協力するのメメ村史上初の可能性ある。初めての協力がこれ。消火栓は一定時間で水が出たり引っ込んだりするのでそこ二人で置かれても別に普通に降りれそうですけどね。あれメテオさん置かないんですか。早く置いてください。お互いを1ミリも信じてなくてくさ。この人たち本当に2年間一緒に活動してるの。配置も終わり試合開始。下に降りるだけで割と死にそうな見た目してる。私の置いた大砲とパチンコがいい仕事してますね。まあ問題は蜂の巣ですけど。すごい、それ全部あんたが置いたやつ。やばい、安定した足場が。自分で置いたものに自分でやられちゃ世話ないわね。これ何げ扇風機が結構邪魔なんだよな。あれチャコさん行かないんですか。チャコさんそれ一番最初に行った人が蜂に追われますよ。マジか。しょうがないですね。経験者が先に行ってあげるとしましょう。あ、このパターンはみんな予想した通り全滅したのでカットしました。その過程を映すのが実況だろ。ちなみにメテオさんは過去一勝もないし味方してた。これはひどい。さっきここに二人落ちてたのでポイント回収狙いでブラックホールを配置。あまり妨害にはならないがキルポは取れそうないいポジション。よし、ゴールできた時のためここにコインを配置してっと。でメテオさん、そんなのが許されると思ってるんですか。メテオさんがゴール前にブラックホールを置いたからここに足場を作らざるを得なくなった。なんで邪魔するんですか。メテオはチャコさんが苦しみを感じることに生きがいを感じるんだ。あんたなんでこの人村に招き入れたのよ。そろそろゴールして周囲は確保しておきたいところ。まずは一旦安全な消火栓の上に移動。その間ためらいなく降りていく羊と猿。よっしゃ行くぞ。火星は吹き飛んだ。メテオさんが死んだという結果だけが残る。これがキングクリムゾンの能力だ。ほらチャコさん行け。いや私はレイマリさん待ちです。自分はさっき最初に言ってあげたでしょ。なんと醜きことか。人間は醜い、人醜し。醜さを生み出す原因となった蜂の巣を置いた人。早いけ。仕方ない、私が先に行ってあげるとしましょう。え、なんで戻って。よし行きますよ皆さん。おい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 。蜂連れてこないで。蜂操っててくさ。戦闘に行き合えて蜂に自らを追わせ逆に操作するプロムーブ。はいよりその力をなぜもう少し他の人のために使えなかったのか。そして無事同率ではあるが首位確保。これでとりあえず焦る必要はなくなりました。さてここからは無難にステージの難易度を上げていきましょう。配置はカオスだけどさっきので案外いけそうだからね。とりあえず簡単に降りれそうな場所は潰します。これはいやらしい配置。性格の悪さがにじみ出てるいい配置ですね。ブーメランの達人メメントモリ。何げ序盤もどんどん難易度上がってきてるな。右側から降りれなくなったの地味に大きい。こういうのはためらえば負ける。羊行きます。あ、予想可能回避不可避。リンゴが木から落ちるように当然のこと。楽しそうだなこいつら。二人が脱落してくれたので今ゴールできれば頭一つ抜けられそうですね。消火栓が邪魔すぎるでしょ。自分で配置したオブジェクトに切れててくさ。とりあえずさっきの位置まで行きましてっと。問題はここからだ。あんたが置いたオブジェクトでさっきより難易度がさらに上がってるわね。周りのコギリもそうですが奥のパチンコの周期も見ないと今です。まずはじめのここを引っかからず越えられるか。うわ突破した。マジかよ。ふふふふ。蜂を出すことすらできなかった下地ものためたちごきげんよう。悲しいことに事実。こらメテオさんもう蜂の巣はなくなりましたよ。蜂の巣関係なく死亡したレイマリさん元気だな。
しょうもなすぎる死に方。ふふふふ。気持ちはすごくわかる。まあ結果的に3人ともそこで死亡してるからね。はい、ということで圧倒的首位獲得。ここでリードしたのならあとは簡単なお話だ。残りはひたすらステージの難易度を上げ続けてゴールを妨害するぞ。ちくげどうマリサ。まあ私は極論このまま誰もゴールしなければ勝ちですからね。停滞こそ勝利。ゴールできなくて困るのは私ではなく他の人。ということで最強の妨害オブジェクト振り子を廃棄して詰ませます。誇りなき戦術に走り始めた。おい、今までさえゴールできてないのにさらに難しくなってるじゃねえか。私は一応大砲を荒で止めましたけど。ここまで来ればやけ石に水なんだよな。まだ私以外の全員はこの危機的状況に気づいていない。その間にひたすら難易度を上げ続けて誰もゴールできないステージを作りますよ。制作者の意図しない勝利方法やめろ。とりあえず一人お亡くなりになったな。悲しいですが他のみんなも全員死ぬから安心してください。というか初手の部分がただ通りにくいだけのクソオブジェクトとかしてる。死ぬ危険性はないから本当にただ通りにくいだけ。とりあえず通過しましたが、まあでもこれあんたの振り子でここから先かなり難しくなってるわよ。パチンコうざすぎるだろ。序盤に置いたパチンコもなかなかいい仕事してますね。ほらめめさん先に行ってください。年長者に先を譲ります。譲ってくれるのなら譲っていただくとしましょうかね。代わりに蜂のお裾分けです。あ、相手を妨害するためには自らの犠牲も厭わないクズの鏡。確実に扉が閉まって逃げれない周期で蜂を運ぶプロの技。これがプロです。そしてこの後もメメントは難易度を上げ続け完成しましたよ。理想のステージが。どうやってゴールするんだよこんなの。全員が難易度を脳死で上げ続けた結果、ほらもう開幕の時点で積んでますもん。おい、これ物理的に突破不可能だろ。ということで無事最後のラウンドまで誰一人ゴールすることなく。究極の動物はやはり馬でした。誇りなき方法で勝利して嬉しいか。嬉しい。どんな手段を使おうが勝ちは勝ちに違いないのだ。ひでえ戦いだった。でもなんか消化不良だよね。まあ途中から誰もゴールしてませんからね。出た最後ゴールしてなきゃ勝利者は存在しない理論。さて次のステージは崩れかかった橋。比較的序盤の難易度が低めに設定されたステージですね。パッと見落ちる要素が介在しないように見えるけど、この橋は数回踏むと壊れるブロックでできている。詰まるところ回数をこなせばこなすほど橋が崩壊していくというわけだ。このステージはなんだか簡単そうですね。はい、ゴールであれみんな。おっしゃ壊すぞ。壊せるものは壊すのが吉。結果ラウンド1からかなり無残な姿になったな。村民たちの民度が橋の壊れ具合で可視化されてるわね。まあこのステージは正直壊さないと始まりませんから。2ラウンド目まではとりあえず無事に全員クリア。橋はすでに無事からほど遠い姿なんだけど、真の戦いはここから。ようやく来ましたね妨害オブジェクトたちが。相変わらずの爆速キック。私でなきゃ見逃しちゃうね。扇風機は妨害力はかなり高いオブジェクトですが、ただ直接相手をキルできないのでポイントには反映されない弱点があります。妨害オブジェクトに関しての理解度が深まっていってるのこは誰もそこまで考えながらこのゲームやってないわよ。ここら辺からそろそろ脱落者が出始める頃合い。扇風機がかなりいい味出してますね。おい、計画通り。ここまで計画通りにハマってくれると嬉しくなるな。はい、勝利。みんな頑張ってくださいね。チャコさんだけすでに危険地帯を突破してるわね。ゴールしないで安全圏からこっち眺めててくさ。やばいレイマリさん、これは一旦落ち着きましょう。そうですね、これは一度落ち着いた方がいい。あー、足場が崩れたせいで焦っちまったな。よーしよ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 し、チャコさんはもうゴールしろよ。さてじゃあお先に、お先に、お先に。バカじゃないのチャコさん。ふふふふふ。ジャコさんが死んだことでソロボーナスが入り、ニワトリが大きくリード。1回の勝利では追いつけないからなかなか厳しいわね。しかしまだコースの難易度自体はそこまで高くない。逃げ切りに走るのはまだ無理だ。むしろまだ私たちも難易度を上げてしまって問題ないですね。ただそこまで強いオブジェクトが来なかったのであれですが、基本的に射程距離が長ければ長いほど強い妨害効果を持つからな。とりあえず今回はとにかくゴールすることだけを考えてゆっくり行きます。あったぜ。待って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 、あー、とりあえず犠牲者1人。その間にも猿が落下していってたけどね。とりあえず突破はできそうですが、後ろのジャコさんが不安要素。こっち来られると多分今いるとここ割れちまうからな。自由でした。ここは冷静に一度通りやすい周期になるのを待ちます。でもこれかなり難しそうですけど。上を通るのならそうでしょうね。しかし下を通れば特段難しいことはない。ゴールへの道筋を見つけるのもプロ究極動物の務め。そしてここのアンチを使いゴールまでひとっ飛びです。メメさん、そこの足場を使っちゃダメだよ。ここの足場を置いてたのチャコさんですけどね。よし、とりあえずこれでほぼほぼ同率まで来ました。メメさん、あそこの足場を使うのはさすがにプライドが。まあなくても余裕だったんですけど、置いたのに使われないのもかわいそうですから。置いた主のチャコさんも死んじゃってましたし、次はチャコさんが使ってあげてくださいね。煽りよる。完全に忘れてたけども、序盤割と死にかけてるな。このラウンド終えたら序盤にも何か置かなきゃ通れなさそう。とりあえずアンチっぽい消火栓の奥までは行きたいですが、ただ進行形でどんどん足場が崩れていってるわね。やばい、これ死ぬ。やばい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 、あがくな。足場が壊れちゃうでしょうが。やばい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 。ちょっとレイマリさん、足場壊さないでください。あー、ヤコさんが足場崩壊の被害に。ちょっとあなたたち落ちるならあがかず落ちてください。あー、まずいまずいまずい。つうことになってる。それでも私は生きる。あれ、これ組んだ。これは完全全般 S レイマリ。しかもこれで本人奇跡的に助かってるのくさ。でも何にせよさすがにこれは橋が壊れた部分に何か置かないとね。特段妨害オブジェクトもプールになかったので、全員無難に足場をピック。さすがに一度ゴールできる道は作んないとな。なんかちょっと簡単になりすぎている気がしないでもない。こうなったらやることは一つ、とにかく一番最初に前へ。おい、壊すな足場を。残念ですがこれで足場は。おい、なんか前の人たちが勝手に
争って脱落していった。そして数ラウンドの時が流れ、もう完全に橋の原型消滅したな。橋だったものが各所に見られるのみとなった。あれこれブラックホール置いたの私ですけど突破できます？自分で置いたオブジェクトの突破方法考えてないの猿すぎる。まあ最悪積んでも全員積むならセーフだからな。いやしかしこれはどうやって通過するべきか。最悪一度戻って上からのルートを開拓するのもありだな。ただ先に行くと後ろからみんなについてこられちゃうので、ここは一度生還でみんなが死ぬのを待ちます。他の人にアドは絶対に取らせないという覚悟を感じる。アドというものは相対的なものだからな。これはいける。おお、うわそこ突破できるんですか。そうなってくると少し面倒だぞこれは。レイマリさんはポイント的にこれで勝利条件多分満たしちゃったわね。となると私たちも勝利条件を何とかして満たす必要性があります。とりあえずゴールは必須。確かここの左上にコインがあったはず。これでコインボーナスも確保したので何とかいけませんかね。そして無事落下する安心と安全のメテオさん。複数人が同時に勝利条件を満たした場合サドンデスになるけど、あこれはさすがに足りなさそう。まあまあやはりニワトリが究極の動物だったということで。いやでもこれはさすがに橋が壊れるというアクシデントもありましたし。アクシデントというか仕様だろ。あれでもここ勝ったら5倍のポイントするってチャコさんが。いやでもやっぱ橋が壊れてちゃダメでしょ。あれれ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 れ。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で、さらばだ。